天草飛行場は、熊本県天草市にある飛行場、天草空港とも呼ばれる、天草飛行場付近の空中写真、2016年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成天草地方の行政、商業、交通の中心地である旧本土市の市街地より、約6キロメートルの天草下島の北部にある、 高尾山の山頂付近に位置し、主に天草地方の空運を担っている。天草市に本社を持つ地域コミューター航空会社、天草エアライン株式会社が、東飛工場をハブ空港としている。年間利用客数は、国内6万2759人、13、31方向に1000メートルの滑走路を持つ。滑走路に並行誘導路はない。 着陸帯の幅は120メートルであり、軽機着陸に対応している。軽機着陸装置は未設置である。滑走路は当初サーブ340の修航を見込んで建設していたが、同機種が生産中止になって、修航予定機材がボンバルディア DHC-8 に変更になり、滑走路により厚い舗装を行っている。空港建設の構想時は、 西武鉄道グループのレジャー施設を見込んで、ホンダ航空が参入する意向を示していた。しかしバブル崩壊で、レジャー施設の建設がなくなり、ホンダ航空もコミューター事業から撤退し、就航の見込みが立たなかった。結局、熊本県や天草地方の市町村によって、第3セクターの天草エアラインが設立され、就航した。空港ターミナルビルは滑走路の南東側にある。 ボーディングブリッジは設置されておらず旅客はタラップ、またはエアステアより飛行機に搭乗する。ターミナルビルに隣接するエプロンはコミューター機用にバースを設置している。貨物取扱い及び給油設備は設置されていない。熊本県天草空港管理事務所が運営、管理している。地上2階建てで内装は木材を多用している。空港の造成時に 地中から発見された約200万年前の埋もれ木をターミナルビル内に展示してある。ターミナルビル前に無料駐車場がある。利用可能時間は7時10分20時45分。本数、所要時間、料金等の詳細は該当項目や公式サイトで最新情報を確認されたい。ありがとうございます。